CFS のロゴ世界食糧安全保障委員会は国際連合のもとに設置された食糧問題に関する政府間プラットフォームである。2009年に組織改革が実施されたことで市民社会メカニズムを通じて市民社会及び非政府組織が政策対話に参加できるようになった。2010年に CFS の諮問機関としてハイレベル専門家パネルが設置された。 運営委員会は、食料安全保障と栄養に関する様々な分野の専門家である15人の運営委員によって構成される。特定のテーマについては、プロジェクトチームが組織され、科学的知見に基づく分析をした上で報告書が作成される。これまでには以下の報告書が提出されている。価格乱抗議と、食料保障土地保有と、国際農業投資食料保障と、 気候変動社会的保護と食料保障バイオ燃料と食料保障食料保障のための小規模農業への投資食品廃棄と持続可能なフードシステム、持続可能な漁業と食料保障。ありがとうございます。